ネオスターリーニズムは、ヒスターリン化後のソ連他の社会主義諸国において生じた、スターリンを部分的にせよ再評価する動き、また、政治体制、政策、党組織論における、スターリン時代への回帰を思わせる保守的な動きの総称。本項目ではこちらを主に取り上げる。ヒスターリン化そのものを修正主義として拒否し、反修正主義を自認して、 スターリンを公然と支持した諸国の体制は、これとは区別される。ソビエト連邦の崩壊後に生じた政治的諸傾向の、うち、スターリンとその体制に肯定的な主張、運動、組織の総称、ソビエト連邦崩壊後の動向で生じ突、ネオ・スターリニズムをどう評価するかは、スターリニズムそのものの評価に深く関わっている。 ヒスターリン化後もソ連型社会主義のスターリニズムとしての本質は変わっていないとする反スターリニズムの最も徹底した立場また逆のヒスターリン化後のソ連他の路線体制を一律に修正主義とする反修正主義の立場にとってはネオスターリニズムという用語自体が意味をなさない共産主義ないしマルクスレーニン主義の国家体制を トータルに否定するアナーキズムや反響主義の立場からの評価も結論としては同様のものである。また、この時代のネオスターリーニズムは当事者にとって自覚的な思想体系ではなく、むしろ様々な現象やその背景にある構造への外部からの評価であることも大きな特徴である。彼らにとって自らの思想体系はマルクスレーニン主義であり、それは スターリンの個人的な誤りがあったがその後原則を回復し自分たちはその正当な後継者と位置づけられる。この点、エンベルホッチャが我々はスターリン主義者と呼ばれることを誇りに思っている。とカッパしたように同時期の反修正主義者やソ連崩壊後にネオスターリニズムと呼ばれる一派がスターリンを自らの思想体系の不可分の一部としているのとは 大きく異なっている。現象面では次のような特徴が指摘される。ロシア連邦共産党のアリベルト・マカショフラはネオ・スターリニストとされている。全連邦共産党ボリシビキほかいくつかの政党は、1999年の選挙に向けてスターリンブロック、ソビエト連邦のために、を結成。スターリンの孫、エフゲニージュがシビリもメンバーに加わる。 もう卓東存命中の中華人民共和国、エンベルホッチャ政権下のアルバニアなど、スターリンの誤りから原則を回復するにあたって、フルシチョフの果たした役割は無視される。起動、激動の投資、中高新書、1990年、132ページ。後生やねじみえホッチャに見られるように、指導部における近親者の徴用は、 反修正主義を掲げる国々にも共通した現象であった。この点スターリン自身は肉親に対してすら分け隔てなく冷酷など裁者として振る舞ったのとは対照的である。同時期、反修正主義の諸国はスターリンは肯定しつつソ連との関係においてはむしろ自主的な立場を確立していった。ニコルズ・トーマス・エム・ザ・ロシアン・プレジデンシー ソサイティポリティクスインザ・セカンド・ロシアン・リパブリック、ソロビーオフ、ウラジミール・クレピコバ、エルナ、ジアイロナフスキー、アディソン、ウェズレイ・パブリッシング・カンパニー、P17 から18。ありがとうございます。